はい、皆さんこんにちは。今日はですね、京都駅から新大阪駅までの間で動画を撮ると著作権で保護されたコンテンツが使用されてますと出てしまうので、こちらについてご紹介をしたいと思います。申し立て人がですね、ソニーエンターテイメント、ミュージックエンターテイメントジャパンというところで、音楽なんじゃないのとは思うんですが、これは音楽ではないようなんですね。で、動画は次の国では再生できませんとあります。アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、大韓民国です。で、著作権で保護されたコンテンツが含まれているため、この動画から収益を受け取ることができなくなりますとあります。そこでですね、1回から7回目まで一生懸命画像を変更していったんですが、6回目、7回目、いろんな変更を加えてうまくいったかなと思ったんですが、さらにその後ですね、また著作権で保護されたコンテンツが使用されてますと出ちゃうので、さらに続けまして15回繰り返しました。で、13、14、15は上重ねですね、変形に変形を加えましてですね、30に加えたところでようやく著作権はクリアになったという形になっています。で、特に大阪駅近くですね、これ音楽を入れただけではダメで、やはり画像をですね、モザイク、3D モザイクという形で30加工してようやくクリアできました。これ結構大変なんだなということが分かってまいりまして、プログラムも相当複雑だと思います。で、こちらですね、こんな感じで、モザイクがかかって 3D 変形をしているという形の絵にしたんですが、これでようやくクリアですね。で、京都駅近くのところでも、音楽を入れるという形をして、なんとかクリアできないかなと思ったんですが、ダメで画像をエッジのみにしました。で、こういった観点から見ますと、著作権保護のコンテンツ検出はですね、かなり複雑なプログラムがされている可能性が高くて、もうそれらしきものは全部検出しちゃうみたいな形になっていると思います。で、エッジというのは、エッジ加工というのはこんな感じですね。京都駅近く、こんな感じで加工しまして、これでクリアになっています。しかしながら、新大阪駅近くは相当加工しなきゃいけないので、モザイクを入れ、3D 変形をさせて、さらにモザイクを入れるという結果で、なんとかクリアすることができました。今日は著作権コンテンツを使用していると指摘された部分についてのご紹介をさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。